Bill Cut。うわ、サソリ、サソリ、バカだなぁ、マジで。誰？隠し通路の先には、おお、イギリス・ロンドン。相変わらず序盤からの過酷さだよな。人生において最も残酷なクロフト教パパかな、ララパパ、パパララパラ、ね、あ、ヤマタイ国、ヤマタイ国、行った行った。だが後に残すものは何だ。これはなんだ、アヌビス法典的な。魂はどうだ、我々の地上での存在をも超越するか。ん、私はそう信じている。これは神話や物語の中にこそ真理がある。科学では解き明かせない、より深淵なるもの。やっぱそういうのってあるのかな、なんか科学で証明できないものってやっぱあったりするのかな。パズルのピースを見つけたかもしれない。だが結構分かれるよね、絶対あるっていう、なんかスピリチュアル的な感じのあるっていうのと、あ、トリニティって書いてある。もう全て科学で絶対解明できる現象だみたいな。過激な宗派、ああ、じゃあ今回の敵はトリニティなのかな。あ、これ、これあれだ、邪馬台国行ったメンバー。え、今見てたのララじゃないの？誰か入ってきたってこと？誰か入られてたの？トリニティじゃないの？それこそ。ララやっぱ顔変わったわ。丸くなったね。髪型は一緒だけど。カセット。誰？おごめんなさい、ここで何してるの？またくだらない記事書かれてたわね。一人じゃ辛いかと思った。腹が立つわ、つけられてない？つけられる？まさか。どうしたの？墓の場所が分かった。なんだ？本当？嘘でしょ？預言者の神話は本当よ。パパは正しかった。なんか嫌われてんの？病気だった？違うわ、大発見まであと少しのところだった。不死の魂は確かに存在する。リチャードを愛してた。結婚してもいいと思ってた。でも彼は廃人になった。廃人？そうなってほしくない。アナ、パパは正しかったのよ。他のみんなが間違っていたの。墓はシリアにある。シリア？ダメよララ、ダメ。どうかしてる。いい加減目を覚まして家に帰るのよ。帰れないのは知ってるはずよ。その執着心のせいでお父さんは。見えた、何かな。まあ親子の血は逆らないから、逆らえないからな。パパの気持ちが今なら理解できるわ。全部おとぎ話。ママは信じてない系か。そんな道をたどってはダメ。行き着く先は分かるでしょ。まああとは娘のね、心配もあるしな。今の私にはこれしかないの。預言者の墓を見つけるわ。
まあでも一作目でもね、出てたけど、やっぱララは天才だから、こういう冒険においてね。勘とかがもう、冴え渡ってるっていうか、もう正解だから。これから紛争地帯に入るぞ。紛争地帯？もう近いわ。あ、いつものララスタイルだ。タンクトップ。この辺は何もない。いいから運転して。はいはい。紛争地帯だね。何かおかしい。今回あれだよね、ちゃんとああ、前これ回は地獄の民家。めっちゃつけられてるぞ、めっちゃつけられてるぞ。おい、誰かに話したの？金をくれたんだ。なんてやつ。バカだなマジで。そりゃそうだろ。だから情報を売るやつはどいつもこいつもバカなんだよ。死んでるし、そんな金払ってね、情報を聞いても殺して金回収して終わりだろう。ちゃんとね、武器持ってきたんだろうな。前回みたいに現地調達はめんどくさいよ。急いで、急い、あ、ちょ、バック、バックは、お、あー、まあ、ピッケルがあればいいか。ララピッケルあれば生きていけるもんな。てか、痛いな。タンクトップであそこ滑ったら絶対痛い。もうお肌ギザギザの、ほら、もうギザギザ、もう、ほら、ギザギザ。車降りてすぐギザギザ。シリア北西部の国境。ああ、あるんじゃない？崖で遺跡を探せ。ああ、なんかグラグラしてるよ。お？なんか崩れてない？崩れてない？大丈夫？確かパパの研究にこのことが書かれていたわ。何が書かれてた？預言者の墓所は忘れられた町の一つを見下ろす崖の上だと言われていた。言い伝ほう。えによると、預言者が眠るオアシスがあるらしい。町一つ見よ、忘、あ、忘、うわあ、忘れられた町？ん？これどっちだ？上か？危ねー。こっちか？右にも行きそうだったけどな。もしかしてこれが。そういう入り方してくるんだ。すごいね。さすがスタイリッシュだね。おお、すごい。発煙筒じゃなくてなんかサイリウムになってるぞ。なんか進化してんな、いろいろ。道具も進化してるわ。すごい。あったじゃん。何かの場所を示してる。あ、それで、あの雪山のとこ行ったのか。読めんの？ロビン。預言者。いや、でもなんか個人的にララの顔前回のが好きだったなぁ。出た出た。見聞色、見聞色。ね、鍵になるものがね、光るんだよね。ここでは治癒の奇跡を行っているわ。パパのメモにお？も書かれていた。壁画にある碑文を読むことで言語スキルが上がります。へぇ。これは？トリニティ教団により不当に殺害されたはいコはンスタンティノープルの預言者による奇跡。い。奇跡。他の読んで言語スキル上げれば見れ異るん国のだね。軍と話している預言者だわ。彼は軍に武器を捨てるように言った。モノリスを翻訳書。お、来た。レベル1これだ。で、これが読めるようになると。ギリシャ語はまだ勉強不足だけど、近くに何か隠されてるみたい。マップを表示。
記録しよう。で、どうやって行けるんだ。あ、これか。古代の金貨アップグレードや装備品と交換できる。へえ。はいはいはい、なるほどね。今回はお金もあるってことか。で、これを読むと。彼は信者たちを砂漠の中でオアシスまで導いた。なるほど。あとはもう読むものはない。じゃあここかな。崩れた。隠し通路。うれ、うれ、いったね。隠し通路の先には、おお、すげー、素晴らしいわ。これか、預言者の墓の入り口だ。へえ。でもそんな簡単にたどり着かないよね。あそこに行けばいいのか。うわ。でこっち。あ、なるほどなるほど、はいはいはい、いつものパターンね。これは行けるとこある。あ、そういうことか。こうか。あー、やばい。いる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 よ。入らないと。あー、トリニティ、トリニティ、やめろ。おっと、会いたいね。ん、こっちか、これか。よいしょ。トリニティ教団は預言者とその信者たちを追って帝国中を探し回り、とうとう秘密のオアシスで彼らを見つけた。はいはい、こっちから入ってくるのか。抜け道だわ。ほう、なんかすげえ血まみれじゃん、すでに。かわいそうだけども、それが冒険。あっ、ついてよ。うわ、ここでサイリウム電池切れか。あっ、ちょー、やめろマジで。そこでつくなよ。うわ、サソリ、サソリ、骸骨よりサソリのがやだわ。キモいし死ぬよ。キモいし死ぬんだよ。え、で、多すぎだろサソリ。あ、いた。だ、よくそんなタンクトップでさ、ショルダーアタックできるな。墓所の通路を探索せよ。ここをね、ここを見ればいいのね。兵士と巡礼者たち、トリニティ教団。トリニティ来るな。ああ、もうびっくりしすぎて眠くなってきちゃったよ。預言者はトリニティ教団に殺害された。やっぱトリニティ教団が敵なのかな。トリニティ教団の末裔的な。お。トリニティ教団はベロエアの外れのオアシスで預言者の信者たちが巨大な墓を作っているという知らせを受けた。だが何たること。昔のトリニティ教団のリーダーからのメッセージ。預言者と信者たちをこの場所まで追跡した。彼は地元の民にその異端の教えを説き、いかにしよう。どういうこと？そうだね、ないね。うわあ、ああ、ああ。あっぶねー。危なかったわ。
あれ、そのトラップは、え、今ハンドガンの弾無限だった？無限じゃん。へえ。ああ、ちょっと待って。なんかさ、今回ホラー要素追加されてない？あっ、ああ。